宮内庁は高円宮妃久子さまがサッカーワールドカップの日本代表の試合を観戦するため今月下旬から中東のカタールを非公式で訪問されると発表しました。久子さまは2003年から日本サッカー協会の名誉総裁を務めていて今月26日から来月3日までの日程でカタールを非公式で訪問されます。首都ドーハで27日に日本代表対コスタリカとの試合を、来月1日にスペインとの試合を観戦される予定です。4年に1度のワールドカップで、久子さまは1998年のフランス大会から毎回開催地を訪問されていて、今回で7回目になります。皇室がカタールを訪問するのは、1994年に皇太子だった天皇陛下が皇太子妃だった皇后さまと一緒に中東4カ国を訪問されて以来です。